チャンネルレーザーミノル。はい、久々ですけど、来ましたか。はい、魂のたまたまの絆ですよ。さあ、今日は何やろうかな。今ね、アバンのさ、装備かな、違う、ゲアか違う、アバンか。不思議なボレロ、不思議なボレロ、うん、のイベントがやってるんですよね。見えますか、不思議なボレボレ。はい、見えます。じゃあちょっとね、宝探し、宝探し、もうちょっと近くに行った方がいいかしらね。そう、タッカラさんがし、ちょっとごめん、先にさ、見せる前にさ、タッカラさんがし、あやちゃんね、あ、マームのあれなんだっけ、あの熱中のね、うん、なんていうんだっけそれ、恋の宝珠みたいな、それもね、心だっけ。ごめんね、これ長いけど、もうちょっと上も動かせなきゃだめだね。そう、タッカラさんがし、タッカラさんがし、タッカラさんがしーの、タッカラさんがしー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 し、タッカラさんがしーし、よかにゃんふ。ここは、はい、タッカラさんがしー。でも言うてないね。うん。タッカラさんがしー。そこでもなんかいいの出んのかね。いつかチケットが出たのに使い忘れちゃった。使い忘れると消化しちゃうんだよね、あれね。そうね、1個までしか持てないな。あとね、皆さんのためにね、レーザーね、はい、宝探し、レーザー皆さんのためにね、鍵10個集めましたよ。わー、すごい、ために貯めましたね。これは宝探しするしかないね。うん、はい、タッカラさんがし、いきます。それで鍵10連できればいいね。これで100円やなかったっけ。うん、鍵10連いってください。はい、タッカラさんがし。まあね、はい、タッカラさんがし、まあ1枚目で、ね、出るか限らないからね。はい、タッカラさんがし、まあまだね、機材やりましょう。はい、タッカラさんがし、さすがに10回やって出なかったらおかしいよね。皆さん、やった？はい、タッカラさんがし、まあね、気長にね、やりましょう。おりゃ、はい、タッカラさんがし、はい、当たんないもんだね。はい、タッカラさんがし、この鍵なんかあれかね、外れの鍵なのかね。外れ鍵？鍵が溶けちゃってるのかしら。タッカラさんがし、溶けてんじゃん。そろそろ出せや、タッカラさんがし、めったき、めったき、めったき、タッカラめったき、タッカラめったき、めったき、あー出ない。あ、金に上がったの、カメラ確変するからね。タッカラさんがし、ちょっとさ、上がったね。タッカラさんがし、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 ちょっと、来た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 ぞ、タッカラさんがし。おぉ、来た、セレクシーの大盾。おぉ、当たりです。すごいね。すげえ光ってる。すげえな。ランク4。出るんだね、あれでもね。出るんですね。鍵でもね。ちなみに私全部外れました。やっぱ10個溜まっちゃった方がいいんだね。きっとね。10個溜まっちゃった。5枚ずつバラバラだったから。まあ、これ止めてからやりましょうってことだ。たまったから宿派の人なのに、いつの間にかやっちゃってたのなんか知んないけど。失敗したね。これ10個やった方が多分確率が高いんだろうね、きっと。多分ね。うん。連続ガチャって連続やらないとね。ね。タッカラさんがしー。タッカラさんがしー。はい、タッカラさんがしー。探していかんかな？はい、もう1個ぐらい来てください。もう1個ぐらい欲しいな。タッカラさんがしー。
クラムシーなんかクラムシーシー、まあでも出たから1個、うんうん、要はだってあれシナリオの途中の鍵だもんね。んボレロのとこでやった鍵でしょあれ。確かそうね、イベントの中でね取れた鍵だもんね。うん、ほらそれやっぱ赤い鍵でしょ、違う、もう一個前のそれ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 、ほらなるほどね、購入しなきゃダメだから。購入してもいいんだけど、うん、それでいいんじゃない、そっちの宝探しで。違う、そうその10回のやつは、ね、ちょっと画面が見えないから全然映ってない。うん、はいはい、宝探し武器、これ武器宝探し、これね、前確認してるやからね、途中でね。確かに。うん。変われ。出ません。あ、待って。ん？これは、あと一回できるか。うん。もう一回取っかな。うん。はい、宝探し。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 はい、どうだ、どうですか。あ、でもすごいね、うん、スキルがついた、あみだれ剣舞。無料の宝鍵の方で出て充電で出ないっていう、うん、多分ね。ああ、じゃあしょうがない。またその新イベントやりますか、一個。何やろうかね。例のだからボレロのさ、今限定のイベント、それを紹介しましょうよ。あと5日ぐらいで終わっちゃうでしょ。イベント。うん。そうそれそれそれ。それまだ紹介してないでしょ。うん。不思議なボレロ。え、簡単に倒せるやつでいいんじゃない？うん、これかな、うん、12かな、うん、とりあえずこれに映してください。見えてないから画面が全然。え、ボスもいい、うん、ボスもいい、ボスでもやけど何しろ画面見せないとほらなんだか分かんない。それだと自分が納得してるだけで、いやそれでやっちゃったらだから見れないって。ああ、さあどこって分かんないじゃん、それじゃ全く。え、大丈夫です。大丈夫じゃないって、その途中が経過見せじゃないじゃん。レベル20ですね、うん。レベル20。やり方をちゃんと説明できるだけないと、アナウンスになんないですよ。自分だけ納得してじゃダメよ。レベル20のメタル。そこまでは見せないで、やっぱり。途中、どうやってここを押してっていうのが。戦闘だけ見せても見せないと思うよ。うん、これね、みんな大津だから、うん、多分ここは大丈夫。他にこの動画見てる人はあれじゃない？上級の最初ぐらいまで行ってんじゃない？多分ね。うん、と思うけど。姉さんもやったんだけどね、なかなか難しいんだよね。難しいです。上級が。これね、縦に側すれば、そばさえ心配ないからね。もうちょっと上かな、画面が。あら。そろそろアダンスラッシュでそろそろ見えるんじゃないかしら。お、来た、強い、なんかいい時になってるといいね、やっぱね、ガンガン来るもんね。おー、一気に減った。
ジでアバンスラッシュ使える人が強いな。うん、そんな感じですね。余裕でしたね。ということで今不思議なブレードをね、これコイン集めて交換するんですよね。今レーザーこんな感じだね。まだおお強い。こんな感じでこそコインを集めてもらって、で装備を集めてもらって、ね、今ね炎のやつがね結構出てるからね、うん、ああメルルの ね、 あれね新しいのが追加されましたよね。そうね、確かこれね、うん、ここね、うん、メルルのこれ交換でいくと、そうそうそう、普通出てる。うん、これどう、これ違うんですかね。ねえ。前のイベントなんでしょ、それ。コスモっぽいんだよ。ねえ、そうだね。あともう一個が、上の、うん、これはなんか結構いろいろと。あ、いいアイテムな。アイテム系。ああ、すごいね。足りないものそこで補えるんですね、きっとね。個数が限られてるけどね。でもね、足りないのがちょっとそこそこあるからね。白のやつとか欲しいよね。そうね。あとそこのね、そういうやつ。これさ、台がないんだよね、大きいのは。うん。よくスケール使っちゃうんだけどさ。うん。って感じですね。という感じで、ぜひとも皆さん、オミクロン株に気をつけて、健やかにお過ごしくださいということでよろしいでしょうか。そうですね。また次回ですね。レーザー、カズチャンネルレーザー登録の上、ぜひともまた、ご覧ください。それじゃあまたね。